まったくこんな時だっていうのに、小野寺ったら休暇で連絡が取れないだなんて。後で黒田さんと稲妻城に戻り至急増刷しましょう。だけどこの小説は需要が高いから増刷しても足りるかどうか。でも今日のうちに発覚したのが不幸中の幸いね。あと何日か遅れてたら、それこそ取り返しがつかなかったわ。ねえ、倉庫にいた怪しいやつ、あいつの仕業だと思う？そのことを調べるため、すでに主任が向かっています。なんだ、何か起きたのか？あらたビビト、気にしないで、うちうちの問題だから。何か用事でも？平山編集主任を探しているんだが、どこにいるか知っているかい？主任なら港口の倉庫に。村田さん、お待ちを。失礼ですが、もしかして五花仙肖像画を描きにいらした白亜先生でしょうか？いかにも、僕が白亜だ。私は黒田と申します。お見受けしたところ、五花仙の資料についてお聞きになりたいのだと思うのですが。申し訳ございません、今しばらく万国商会でお休みになってお待ちいただけますでしょうか？すぐに主任に連絡して資料をお届けいたしますので。別にそんなことしなくてもいいぞ、なんだか忙しそうだし、オイラたちで探しに行くぜ。それはもしかして陳州集権録の最新刊に何か問題が起きたのかい？どうしてそのことを？君たちは編集主任が僕に渡す資料について知っていた。つまり編集主任は約束を忘れていたわけではなく、突発的な状況に遭遇したということだ。だけど君たちは僕を白亜だと知りながら編集主任には会わせたくないようだ。どう考えても僕が挿絵を担当した陳州集権録に何かが起こったとしか考えられない。君たちはそれを本能的に隠そうとした。うっ、はい、恥ずかしながら確かにおっしゃる通りです。白亜先生、単刀直入に申し上げます。本日の朝方、港口の姿の彩り祭倉庫に怪しい外国人がいるとの情報を受け、天領奉行が駆けつけました。天領奉行は貨物窃盗の恐れがあると倉庫を借りていた全ての方々に連絡しました。そして結果、倉庫にあった陳州集権録の新刊が全てなくなっていたことが分かったのです。全部なくなってたのか？しー、お静かに。この小説は姿の彩り祭の最終段階で鳥として先行販売される予定で、しかも作者の陳玉先生も即売会に参加されるのです。深刻な事態だから主任はすぐに倉庫に駆けつけたわ。今窃盗事件とあの外国人の関連性を調べてるの。なるほど、確かに陳州集権録が予定通りに発売できないのはとても残念だね。それに陳玉先生にとっても本意ではないはずだ。編集主任は港口の倉庫に向かったと言ったね。僕もそこへ行ってみよう、何か手伝えるかもしれない。陳玉、リーユエ人の名前っぽいな。アルベド、この小説の作者ってどんなやつなんだ？僕も会ったことはないけど、編集から彼の身分は聞いている。リーユエ飛雲商会の次男坊だそうだ。彼を知っているのかい？まさかアルベドがユクアキと一緒に娯楽小説を出版してたなんてな。でも今は驚いてる場合じゃないぞ。もしユクアキが自分の小説がなくなったって知ったらきっと悲しむよな。オイラたちもアルベドと一緒に行こう。うん。おいー！
天領奉行の公務を執行しているのだ。私がいるのは当然だろう。いや、サラのことじゃなくて、原油野郎、倉庫にいた怪しい外国人ってまさかお前のことだったりしないよな。えごめんね。結果から見ると確かに僕のことみたい。そこの容疑者言ったはずだ。窃盗と密航の疑いが晴れるまで勝手に口を開くな。旅人パイモン、お前たちはこの自称吟遊詩人のモンド人を知っているのか。サラ、オイラたちが知る限りこいつは多分窃盗と関係ないと思うぞ。でも密航ってどういうことなんだよ。この者は姿の彩り祭の客人であると自称しているが、招待状を持っていないんだ。故に我々は密航を疑っている。何しろこの者を見つけた場所はセーリングブリーズのダンディライオン種を保管している貨物の中だったからな。事件解決に有益なことであれば別に構わない。金融野郎、お前まさか本当に密航してきたのか。久しぶりの再会なのに会って早々疑いの眼差しを向けられるなんて。ああ前に君たちも同じような方法で稲妻に着いたって聞いたからてっきり分かり合えると思ってたのに。同じような方法冗談さ、安心してよ。僕に招待状を送ってくれたのはシャブ業の上里綾人。こんな情報を知っている人が密航者である可能性は低いでしょ。でもだったらなんで吟遊詩人たちの船に乗ってなかったんだ。もちろん招待状をもらってから早く稲妻に着きたかったんだ。ちょうどダンディライオン種を運ぶ貨物船に出くわして彼らと一緒に出発したんだ。船長とすごく気が合っちゃって途中で美味しいお酒をたくさんおごってもらったんだよ。多分だけどダンディライオン酒と稲妻のお酒を飲み比べているうちに貨物の中で寝ちゃったのかもね。それで目が覚めたらこの倉庫にいたってわけで、そこの天領奉行の大将さんが虎視眈々と木箱の上から僕を睨んでたんだ。確かに金融野郎の言ったことは真実味があるけど、でもなんか。すみません、私は被害に遭った八重堂の者なのですが、いくつかお聞きしてもよろしいですか。先ほどあなたはずっとこの倉庫にいたとおっしゃいましたよね。でしたら何か怪しげな物音を聞きませんでしたか。そういえば確かに周りで足音がしてたような気が。それも一回じゃなくて何回もね。でも僕は別に変だとは感じなかったよ。音がしたのに変だと思わなかったのですか。ふん、なるほど。アルベド、何か分かったのか。窃盗と聞けば鍵をこじ開けたり物を荒探ししたりする行為を連想するはずだ。だが今のウェンティの話はこのような明らかに不自然な物音は聞いていないという意味だろう。それにここは倉庫だから毎日大量の貨物が出入りしている。足音が聞こえるのも至って自然なことだ。つまり紛失の件は手がかりなしということでしょうか。いや、そうとは限らない。さっきの事実から少なくとも3つの結論を出すことができる。1つ、小説を盗んだのは気まぐれな盗賊ではなく初めからそれらを盗もうと企んでいたもの。2つ、犯人は倉庫に非常に詳しく鍵を持っている。3つ、さすがだね。小説はとても重いから単独犯が短い時間で運ぶのは難しい。きっと仲間がいるだろう。ウェンティは明らかに犯人の特徴と異なる。うむ、その推論に賛成しよう。平山編集主任、天領奉行は引き続き倉庫の関係者を調査する。もし何か手がかりを手に入れたらすぐに我々の方まで届けてくれ。
はい、わかりました。よろしくお願いします。じゃあ僕もこれで。待て。確かに窃盗の疑いは晴れたが、合法的な手段で稲妻に入国したかどうかの結論は出ていない。あちゃー、残念。さっきみたいにごまかせると思ったのにな。サラはすごく厳しいからな。人形野郎、招待状はあるのか？えへ、ごめん、どこにあるのか思い出せないや。どう考えても大事なものなのに。大事なものだということはもちろん知っているさ。だからずっと手に持ってたんだ。僕は荷物も持ってないし、ポケットにも入らないからね。おかしいな。確かに飲みすぎてたけど、ちゃんとしまった記憶があるんだよね。その時は自分の思いついたアイデアに満足していたほどだったんだよ。ずっと手に持ってたのに、なんでまたしまおうとしたんだ？僕はすごく真剣にモンドのお酒と稲妻のお酒を飲み比べていたんだよ。そしたら両方の手にグラスを持たなきゃいけないだろう。つまり招待状を手で持つことはできない。それに忘れてしまってもいけないから、適当な場所にも置けない。どうやらあそこしかないね。君も気づいているんだろ。おい、お前たち二人とも招待状がどこにあるのか分かったのか？あ、そうだった。さすが君だね。確かにシャブ行が送った招待状だ。客人の身分についてこれ以上疑う余地はない。しかし今晩からは万国商会に滞在していただけると助かる。では私はこれで先に失礼させてもらう。サラ行っちゃったな。オイラたちも平山編集主任に資料をもらいに行こうぜ。平山編集主任、僕が今日会う約束をしていた白亜だ。おお、白亜先生でしたか。稲妻にいらしたばかりなのにこのようなことになってしまい本当に申し訳ありません。こちらが五河川の資料です。我々が探し出せた情報は全てここに載せてあります。どれ？うん、僕の予想通り水光や葵の大きなといった名前は五河川の本名ではなかった。五河川物語はここに至るまで数多く伝わってきた。しかし今となってはその具体的な内容の正確さを知ることは不可能である。はあ、実に残念だ。ともかく五河川物語のほとんどが似たような形式で書かれていることが分かった。これも収穫と言えるだろう。アルベド、その情報って絵を描くのにも役立つものなのか？確かにアイデアは得られたね。だけど一番重要なインスピレーションがまだ欠けていると認めざるを得ない。申し訳ございません。これらの資料は確かに詳細に欠けるものです。しかし今のところこれ以上の内容は見つからないのです。ですが八重様はこのようにおっしゃっていました。五河川の伝説は千変万化、一人一人違った物語を心の内に秘めていると。ですので白亜先生も心のままにご自身が面白いと思うものを書いてくださるだけでいいのです。確かに巫女が言いそうなことだな。編集主任、心配しなくていい。絵のことは僕が何とかしよう。ありがとうございます。それでは白亜先生にお任せいたします。それから皆さん、最後にもう一つ頼みたいことがございます。明日の朝、珍集集見録の作者陳玉先生が船で稲妻に到着される予定なのです。もし陳玉先生を見かけたら
どうか新刊窃盗の件はご内密にお願いできないでしょうか。小説が回収できるか否かにかかわらず、八重堂は最善を尽くして新刊即売会を成功させるつもりです。ありがとうございます。では私はこれで失礼いたします。どうやらここでやるべきことはもうないみたいだな。オイラたちも行こうぜ。銀遊野郎、そんなところで何やってるんだ。置いてっちゃうぞ。旅人アルベド、こっちに来てくれるかい。面白いものがあるよ。金融野郎、これって何の紙なんだ。今朝僕が倉庫から目覚めた時、寝ていたウッドコンテナに落ちていたんだ。その時は元から落ちていた紙切れだと思ってあまり深くは考えなかった。だからざっと見ただけでこの近くに置いたのさ。でも今はこの紙に書かれた内容を君たちも詳しく読んでおくべきだと思うよ。どれどれ、水耕編。待てよ、水耕って五河川のうちの一人じゃなかったか。この詩にある物語の内容はこんな感じだ。河川水耕は酒に酔い、将軍へ届けるべき歌を盗まれてしまった。この物語ここ最近どこかで聞いたような。聞いたどころか、まるでお前の昨日の体験じゃないか。すごく面白いと思わない。うん、僕もそう思うよ。この紙を残したのは犯人じゃないとしても一部始終を目撃しているに違いない。でもどうしてこんなことを。もし目撃者だったとして、なぜ窃盗行為を止めなかったんだろうか。まあまあ、今はそんなに深く考えない方がいいよ。みんな朝から忙しかったでしょ。せっかく稲妻で会えたんだし、これからどこかでパーッと飲もうよ。おいおい、酔いが覚めたばかりだっていうのにまた飲むのか。アルベドはまだ創作が残ってるんだぞ。お前に構ってる時間はないんだ。いや問題ない、一緒に一杯飲みに行こう。僕のおごりだ。おい、はいいのかよ。前にも言っただろ、僕はインスピレーションさえあればすぐに描けるタイプだって。今その一番重要なインスピレーションを見つけたんだ。それにモデルを作品に取り入れるにはそれ相応の報酬を支払う必要があるからね。だったら美味しいおつまみも頼んじゃおうかな。ある年、水耕が天守閣に赴きて歌集を殿様に捧ぐ。されど葵の翁による歌の一枚破れたる咎めを受けに蹴り、水耕は非を認めて曰く、昨晩大酒を飲みき、酔いし水耕ににじり寄るはある影なりけり。さすがアルベド、姿の彩り祭の開幕前に一枚目を間に合わせるなんてな。うん、僕もすごくいいと思うよ。稲妻のスタイルで描かれていながら現代人の美的センスも兼ね備えている。特にキャンバスの中の僕、熟睡しているにもかかわらずなんて優雅な姿なんだ。おいおい銀遊野郎、あんまり調子に乗るなよ。お前はあくまでモデルであって絵の中の人物じゃないんだからな。アルベド、次は何を描くんだ。次は五河川の葵の翁だ。アルベド、その絵を描くのは少し待ってからにしない。もしかしたら似たようなものがまた見られるかもしれないよ。似たようなもの。他の五河川物語が描かれた紙切れということだろう。資料によると流通している五河川物語は
全部で4編らしい。だけど今はまだ1編しか現れていない。お前たちはあの紙切れを残した謎の人物がまた現れるって言いたいのか？その可能性はある。それに五花仙物語自体にも興味深いことがあるんだ。例えば花仙は5人いるのに、かつて流通した物語は全て4編で1つのシリーズだったこと。ほとんど全ての物語において黒主の独立した小説がないんだよ。うん、それについては僕もちょっと気になるな。でもモンドには風が物語の種を運び、時間がそれを芽生えさせるっていう古いことわざがあるだろ。今はゆっくり待とうよ。